どうもお疲れ様です。FX折り合い日の皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、本日はですね、8月3日の朝4時半になります。で、昨日ですね、上昇が終わって下落の方に向かったのかなというふうに思ったまま、夕方を迎えたわけなんですけども、それから夜から深夜の間にですね、もう一月動きがありまして、材料もあったんですけども、結局、再上昇するのかなというところですね。再上昇ですか。で、今日足をご覧いただいてますけども、日足だけ見ると相変わらず上昇が維持されるんではなかろうかと思ってます。ただ最後の日足が確定してませんので何とも言えませんけどもね、最後の日足も陽線で確定するとこれは上昇が継続するんではなかろうかというところですね。その降参はかなり強いと思います。で、4時間の方見ていきます。で、4時間の方はですね、確かにこういうふうに下落っていうかね、上昇が止まったのかなと思わせるような昨日の1日だったわけですけども、下の方に行って、そこから夜から深夜にかけて、強い動きがね、上昇に向かってるわけですよね。で、1時間でちょっと見極めていかなくてはいけないんですけども、見極めるとして、例えばね、ここどうですか、転換を表す2つの陰線陽線の並びが出てますよね。こう下がっていって、順当すればね、安値を切り下げたんで、もっともっと下がっていくかなというふうに思わせるところなんですよ。で、高値も切り下げてるでしょ。結局高値更新しなかったんで、もうここで終わったのかなというふうに思ったんですけども、ぐーっと持ち直してきてるわけですよね。そうなってくると、一つ考えられるのは、こういうふうな形でレンジですよね。もちろんこれもあります、あるんですけども、もしかしたらね、これから見極めていかなくちゃいけないのが、ここを抜いて時間はかかったけども、改めて高値を更新するかどうかなんですよね。ちょっとそこを今日見ていきましょう。もし、これね、高値を更新するようでしたら、昨日終わったと思われた上昇パターンがさらに継続になりますからね、ここら辺を見極めていきます。そんな日にしようと思います。それでは本日もよろしくお願いします。